どうも、チョビンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回はミニマリズムなライフスタイルを送っている僕の、仕事道具愛を語る動画になります。はい、なのでちょっと見栄え的にあんまり変わらないかなと思うんですけど、今回の動画は、映像クリエイターのタマさんにそのこの動画の編集をお願いしているので、まあ、面白く編集してくれてると思います。はい、なので興味がある方は最後まで見てくれたら嬉しいです。はい、で今回僕が語りたいアイテムはこちらですね。まあタイトルにあると思うんですけど、M1MacBook でございます。はい、これは M1MacBook の Air ですね。ちょっと画面のスクショで載せておきますけども、M1Mac の2020年モデルですね。でチップは M1、メモリが 8GB モデルですね。で、ストレージが 256GB のモデルです。はい、値段が中古でこれ秋葉原で買ったんですけど、117,000円とか、なんかそこら辺で買いましたね。これは2021年の3月の29日に購入しました。なので、まあ、ほぼ4月からですよね。6、7ヶ月使ったレビューということで、ちょっとやってみようと思います。はい。で、まあ、今回、そのいい点5つと、もうちょっとこういうところがあったら、さらに最高だったなっていう部分で5つですね。合計10個、お伝えしていきますので、はい。興味のある方は最後までご覧ください。それでは、行きましょう。じゃあまず僕はこの M1MacBook を使ってどういう作業をしているのかっていう、まあ、用途ですね。これシェアしていきたいんですけど、まず一つ目が、まあ、こうやって動画を撮影したらそれをパソコンに取り込んで 4K 動画を編集するっていうこともしています。あとはその輸出で仕入れた商品をその代行サービスにこう渡すわけですけど、そこでの管理画面をいじったりとか、あとは eBay っていうところで出品してるんで、その eBay のやつを開いたりとかします。でその eBay のサイトを開くときに、まあ、その出品ページっていうのがいろいろあるんですけど、その出品ページを添削見直しするときがあるんですね。でその見直しするときにタブを100個ぐらい開きます。サファリのタブを、まあ、50個から多い時だと100個開きます。はい、なのでそれぐらいの重さに耐えてほしいっていうのはあるんですよね。で、あとはショッピングの仕事カフェっていうところの運営もやっているので、まあ、スラックを開きながら Zoom っていうアプリでそのみんなとこう会話したりとかで、それしながらいろいろこうサイトで調べたりとかしながらっていうような形ですね、やってます。まあ結構シンプルなんですけど、ファイナルカットプロっていう動画編集ソフトを開きながら Zoom で話したりとか、まあそういった結構横断的に使っている形ですね。まあそんな感じでこの MacBook 使ってるんですけど、良かった点まず最初5つ言ってきます。まず1つ目は、充電器を持ち運ばなくなったんですよ。これは完全に QOL 上がったなっていうところなんですけど、充電器だけでこれぐらいの重さがあるんですよね。そうなので結構そのこれをカバンの中に入れて、で充電器も入れてってやっていくと、結構あ重いな、邪魔だなっていう感じはしてたんですよ。そうでも今回この M1 になってからもう完全に充電器は持ち運ばなくなりましたね。はい。なので、まあそれはもう QOL 爆上がりだと思ってます。二つ目が 4K 動画もサックサクなんですよ。で、僕このパソコンを使ってる前っていうのは、MacBook Pro の13インチ2019年モデルを使ってました。MacBook Pro ではあったんですけど、でもやっぱりその動作がカクカクしちゃうんですね。 4K 動画編集するとソフトが落ちちゃったりとかしますし、そう編集しててやっぱストレスは感じてました。でもこの M1 になってからなんか 4K 動画を編集していると思わないぐらいサクサク動いてくれるんですよ。なので 4K 動画をもうサクサク動くっていうのが良かった点2つ目、 QOL のバカ上がり2つ目です。3つ目はその重いアプリをいくら立ち上げても止まることがないんですよね。まあ例えばこの YouTube でライブ配信っていうするときに OBS っていうアプリを立ち上げるんですよ。でその OBS も結構重いんですね。で、その OBS を立ち上げながら、Final Cut Pro っていう動画編集を立ち上げながらってやると、前のパソコンだったら、もうバンってアプリ落ちてたんですね。で、その、もしくはくるくるくるって、止まっちゃってたりしたんですよ。ただ今回は、その、どうやったら、そのアプリが落ちるの？どうやったらパソコンが止まってくれるの？っていうぐらい止まらないです。4つ目は、ファンレスなのに静かなんですよ。ファンレスなのに静かっておかしいな。ファンレスだから
静かなんですよ。夜も静かなんですよ。で、まあ、僕こう夜も連絡したりとか動画編集したりとか作業することがあるんですけど、まあ、この部屋でやってるんですよね。でこの部屋って夜になるとその妻と一緒に布団を敷いて寝るんですよ。なので僕がここで作業してる時に後ろでは妻は寝てるんですよね。前の Mac を使っていた時っていうのはそのファンの音がヒュイーンってしてたんでちょっとなんかうるさい気になるっていうふうにこう言われてたんですよ。そうでもこの M1 に変えてからそのファンそのものがないんでそのファンのヒュイーンって音がまあしないんです。今まではその夜やりづらかったんですけど作業が。でもこの M1 にしてから夜でも快適に作業できるようになりました。集中して作業できるようになりました。なのでおこれだけでも QOL やっぱバカ上がりしましたね。5つ目は内蔵マイクが十分綺麗なんですよ。で僕今までその Zoom で話したりとかその YouTube ライブで話したりするときっていうのはこういう外部マイク、はいはい、よくあるパターンですね。で、まあ、こういう外部マイクみたいなのを使ってるんですよね。まあこの性能に追いついてるかって言われたら全然そんなことないですけど、まあ、これがなかったとしても十分こっちでもあれ綺麗だなっていうのが分かるっていう音ですね。比較というか証拠というか、まあ、そういうのがあればいいんですけど、まあ、作るか。じゃあ作るのでそれを後でタマさんに編集してもらいましょうか。ね。はい、ということで今 Zoom の画面アプリに切り替えました。で今ですねこのEAT マイクを使って喋ってます。はい。ただ、この、ズームでの自動的なノイズ処理みたいなのがかかってるので、完璧にこの外部マイクの音じゃないと思うんですよね。若干なんか処理がかかってるような音がしてると思います。はい。でも、まあ、EAT で収録するとこんな感じの音です。で、次は、この AirPods ですね。はい。この AirPods の音でもちょっと聞いてみましょう。はい、これが AirPods での音ですね。はい、こんな感じです。で、この AirPods で話すと、若干その電話で通話してるような感覚になると思うんですね。ただ、これが外で、例えば外のテラス席で、その目の前、車がバンバン通ってますよみたいなところでやると、その騒音がピタッとシャットされて、はっきり自分の声が伝わるっていうね、相手に邪魔にならないような音でシェアできるんで、まあ、この AirPods Pro は使いどころによるかなと思います。そして最後は、この MacBook Air のその本体の内蔵マイクの音で今撮ってます。はい、どんな感じでしょうか。まあ、やっぱね、Zoom の自動的な処理がかかっちゃうので、まあ、100% 完璧にってわけじゃないと思うんですけど、まあ、こんな感じで聞こえます。内蔵マイクを使うタイミングって、まあ、Zoom で会話するとか、それぐらいですよね、正直。あと、まあ、スカイプやったりとか、チャットワークで話したりぐらいですよね。まあ、誰かこう、内蔵マイクを使ってコンテンツを収録するかって言われたらそんなことないので、まあ、そんな使わないですけど、ただ、着実にこの内蔵マイクの音も進化してます。ということで、そのパソコンの内蔵マイクの音が格段に向上しました。パソコン1台だけ、これだけでもうズーム環境はバッチリですね。どこでも綺麗にズームができます。これだけになったっていうのは本当に買ってよかったなと思います。はい、で続いて6つ目は値段がお手頃です。はい、まあ、僕がこれ買ったのは中古で12万ぐらいだったんですけど、これが M1 MacBook が出る前には MacBook 16インチっていうのがあって、それは40万ぐらいしてましたよね。そうなのでそのスペックはさすがに買えないって思ってたんですけど、 M1 MacBook はまあそれと同等ぐらいのクオリティで中古だったら12万で買えるんで、あ、本当にいや安くなったなと思います。なので、もう僕は値段的に見ても、その Windows でクリエイター向けのパソコン欲しいですっていう人がいたら、まあこの M1 の方がコスパいいよっていうのはもうおすすめしますね。はい、じゃあ続いて、いまいちな点というか、まあ次回に期待したいなって思う部分ですね。これちょっとじゃあ4つほどシェアしていきます。まず1つ目が、12インチのサイズでできたんじゃないのっていうことです。僕の知り合いでそのめちゃくちゃギークな人がいるんですよ。その人が M1 チップについて熱く語ってくれたんですけど、 M1 チップになってから本当だったらもっと筐体もう本体を小さくできるっていうふうに言ってたんですね。なので正直12インチの M1
搭載の MacBook もできるよっていうことを言ってたんですよ。あ、だったらそれが欲しいなと思いますね。そう、なんでかっていうと、まあ、これ2つ目なんですけど、13インチの Air ってあんまエアー感がないんですよね。前僕が使っていた13インチの MacBook Pro と重さあんま変わんないですね。前使っていた13インチの MacBook Pro は重さが 1.3 キロぐらいだったんですよ。で、これは 1.1 キロぐらい。なんか2、300グラムぐらいしかあんま変わんないんですよね。そう、なので、エアーっていうからにはやっぱ1キロ切ってほしかったなっていう気持ちはあります。もっと欲を言ったら12インチのあの小ささ、あの軽さで M1 チップを搭載してほしかったっていうのはやっぱありますね。なので、まあ次そうなったらすごく嬉しいです。次に行きたいですね。次3つ目なんですけど、まあ、デザイン的な進化は正直あんまりないですね。 iMac の部分はデザインが結構変わりましたよね。なので、ぜひ M1 になったからじゃあデザインも変えましたみたいな、そういう感動があってもよかったかなと思います。正直その6ヶ月7ヶ月使っていてこのデザインが不満でしたとか、そういうのは一切ないですね。もうこのデザインは完成されてると思っても過言ではないので、そう、まあ、別にそこはいいんですけども、まあ、ただ次ですね、次に出るとしたらちょっとデザインをiMac みたいな感じで、ね、一新してくれたらもっと楽しい、ワクワクするかなと思います。はい、じゃあ最後4つ目なんですけど、これシザーキーボード構造なんですね。シザー構造マジックキーボードっていうものをこれ採用してるんですよ。ただそのシザーキーボードになったからといってタイピングの QOL が上がったかって言われたら正直上がんなかったです。ちょっと名前が曖昧なんですけど、前その無接点容量なんとかキーボードみたいな、そのものすごい静かでタイピングがしやすいキーボードを買ったことがあるんですよね。で、やっぱそれを経験してしまうと、たとえそのシザーキーボードになったからといってあんまり変わらないですね。前使っていたその13インチの MacBook Pro のそのバタフライキーボードと比べてもあんまり変わらないですね。タイピングミスも減ったかと言われたらあんまり減ってないです。まあ、その僕のスキルがあんま上がってないだけなんですけど、そう、なので、まあ、そのシザーキーボードになったからといって、どうなんだろうなっていうのは正直ありますね。はい、なので次回に期待したい点4つ目といったら、まあ、キーボードの進化、これを次も楽しみにしてますっていう感じですね。はい、なので以上4つがその僕が、まあ、今回使っていてあんまり変わんなかったのと、まあ、次回に期待したいなって思う部分です。はい、ということで以上ですね、この M1 MacBook を切り替えてから6、7ヶ月経って良かった点と、まあ、悪かった点じゃなくて、まあ、いまいちに感じた点、次回に期待したい点ということでシェアしていましたけども、いかがだったでしょうか。はい、まあ、まあ、トータルで買って良かったかどうかって言われたら本当に買って良かったです。もう QOL 間違いなく上がりました。アップル信者的なことを言っちゃいますけど、今その M1 以前のね、MacBook を使っている人が M1 に切り替えたら、もう明らかにもう感動すると思います。あ、サクサクだな、電池長持ちだな、止まらないな、全然重くならないなっていうのは、その M1 に切り替えて感じてくれると思います。はい。まあ、とはいっても僕はここでシェアしたところで、ね、1円も入ってこないわけなんで、もうただ単純に愛を語ってるだけなんですけども、M1 に変えてから他のノートブック探さなくなりましたから、そう、もう完全に僕のノートブックの旅、その僕にベストな最適なノートブックを探す旅っていうのは、もうこの M1 で完全に終わりました。はい、なので、まあ、それぐらいやっぱり性能もいいしコスパもいいなって思いましたね。ということで、今回のお話がちょっと面白かったです、参考になりましたと感じていただけた場合はグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、まあ、他の動画でも具体的にどういう風に使っているのか、このパソコンどういう風に使っているのかっていうのは他の動画でも Vlog スタイルでお見せしていますので、まあ、気になる方がいたら、まあ、これからの動画もチェックしてくれたら嬉しいです。はい、であとはこの YouTube 以外にもショッピングのお仕事カフェっていうところでも活動していますので、まあ、気になる方がいたら概要欄チェックしてみてください。ということで今回はその M1 MacBook に切り替えて6、7ヶ月が経ちました、その正直なレビューということで、させてもらいました。今回のお話は以上です。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。